どうもこんばんは。7回目になりました火曜ロードショー、今日はですね、素晴らしい最新コメディを見ていただきます。スパイライクアス、これでございますね。劇場で見た方も多いと思いますけども、チェビーチェイスとダン・エイクロイドがコンビを組んでおります。チェビーチェイスというのはですね、アカデミー賞の司会なんかもするやっぱりコメディ界の大物ですし、ダン・エイクロイドはですね、もうブルース・ブラザーズでジョン・ベルーシと名コンビを組みまして、この2人だけでも大変なんですが、ここにもう1人、あのスリラーを監督したジョン・ランデス監督がこの二人をよーし来いと受け入れたわけでございますね。三本の矢です。三本の矢は折れません。これだけ面白いんですから、絶対最後まで笑って見ていただきたいと思います。コメディっていうのはですね、皆さんそれぞれの面白くてここが好きっていうのがあると思うんですが、僕もあります。この映画で好きなのはですね、こういう顔してこう出てくるところがあるんですが、あの顔をやりたかったんだなと僕は思うんですよ。あの顔をやりたかった、そのためにその前にこういうことをしようというのを考えたんじゃないかなって思って考えると面白いですね。それでは今日は最後までごゆっくり楽しみください。三本の矢、スパイライクアースです。はい、いかがでしたか。スパイライクアス面白かったですね。監督のジョン・ランディスさんですが、非常に他の監督のお友達が多くて自分の映画にすぐ引っ張り出す癖がありますけども、今回も随分すごい人が出ています。あの2人が初めて試験を受ける時の試験官、蝶ネクタイしたおじさんがいましたが、あの方はダーククリスタルの監督さんですね。それからソ連に行ってから山小屋にいたあの兵隊さんの小さい方、あの方はですね、あの大作ミッシングを撮った監督さんなんだそうですね。すごいですね。それからお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんはびっくり仰天して喜んだボブ・ホープさんも出てました。やっぱりこのボブ・ホープさんが出たというのは、この珍道中物、ボブ・ホープさんが元祖の珍道中物、この番映画も珍道中物だったんで、きっとその敬意を表してぜひちょっと出ていただけませんかということで出てくれたんじゃないでしょうか。でもギャグの映画というのはですね、日本版に直すときにそのギャグをどうやって日本語にするか、これはもう皆さん翻訳家の方が苦労する点ですが、それを考えますとですね、チャップリンという方は非常にすごい方ですね。動きと表情だけでしたから、日本ですと染之助染太郎でしょう。あの方たちは世界に通用する方だと常々思っている私ですが、さあ、そのジョン・ランデス監督、お正月に早速新作が控えております。あのエディ・マーフィーが主演の星の王子ニューヨークへ行く、これがですね、アフリカの王子様が花嫁作品ニューヨークへ行くというだけの話なんですが、これは面白いですね。今そこまでしか言えませんが、そちらの方もご期待くださいませ。さて、来週はこちらをご覧いただきましょう。マッドマックスのメル・ギブソンが大暴れするスーパーハードアクションリーサル・ウェポンが登場。人間兵器と呼ばれるロサンゼルス刑事が相棒の娘を誘拐した組織に対し究極の戦いを挑みます。さあ、テレビの前で一緒にバリバリアクションしましょう。さて、来週はガラッと趣を変えまして、男の友情とアクションをたっぷり堪能していただきましょう。火曜の夜は火曜ロードショーで OK です。